さて、それでは、メガクラッシュラッシュの特典のメガボックスを引きました。もう動画は全部端折って、これが結果です。SS レア1枚確定のメガボックスです。6500円相当のメガボックス。6500円相当のメガボックスの、無料配布ということですけども、結果これです。もうすごくないですか？その、まあ、太田はまあまあ、そんな悪くはないですし、アビリティ次第では、全然スタメンもあり得るかなとは思うんですけども、もうその次、隣、マスコットですからね。S すらも出なかったというメガボックス。やっぱ絞ってるんでしょうね。あの確率とかもどうなんかよくわかんないですけど、非常に夢のような、松井と長島さんとで、黒田岩瀬で江夏と村田兆治も入ってるっていうような書かれ方をしてたんですけどね。そのメガボックスね、一回引いたからもう画像ないですけど、まあ結果太田とだけですね。いや、もう恐ろしい。で、限定パック、一回も、誰かも書いてはったと思うんですけど、一回も出なかったんです、僕は。あの、松井長島のなんか指定コンビの限定パックですか？は、一週間もやってないんかな？出てから3、4日ぐらいでなくなったんですかね。一度も出ず。で、逆に黒田とかのが出てたんですけど、まあ、それも一つも当たりは出ず。でもちょっと意味合い違いますけどね、限定パック自体が長島と松井のやつは見たことがなかったんです。結構やってるんですけどね、クラッシュラッシュ、なんちゃらのあの的がなくなるぐらい毎回やってたんですけども、ダメでしたね。ということで、もう一つ、クラッシュラッシュ全体の、何を引いたかっていうね、毎日3パックずつあったので、ちょっとそれまとめてみました。取れた順番はまあバラバラなんですけど、金子がこれ最後に出ました。金子の S です。で、おそらく渡辺亮もギリギリ最初にもらえてたかな、ちょっとこれ自信ないんですけども、一番最初にもらえてたかと思います。で、ソフトバンクの川島です。まあ、なかなかちょっとスタメンというのは厳しいかなと、横浜の浜口ですね。浜口、前回のやつすごい良かったのかな。今回ちょっと先発としてはって感じですね。で、ロペスも出ました。このあたりもなんか今年評価低いような気がしてるんですよ。まあこれから強化されたのが出てくるのかなというところですね。で、ヤクルトの太田。ということで、全部で6人 S が出ました。ちょっと厳しいですね。で、まあ最後、まあこの、パッククラッシュラッシュの流れで言うと、まあこれも同じように SS 確定の1枚としてオーターですね。もうどれも惜しい能力で、もうちょっとだけ評価してくれたらね、オール B になるのかなっていうところなんですけど、なんでこのちょっと手前で止められてるのか、結構そのアビリティを踏まえてシーズン2020のシーズン1はこういった能力の人が多いのかもしれないですね。いやー、ちょっとと当たりが、まあ、いつものことですけど、出ないですね。思い返すと、僕、SS の、限定で強いやつっていうのが、本当に、まあ、宮西、前シーズンの宮西ですね。シーズン2の宮西と、で、2019の夏の吉田、一個出てないかなっていうところですね。いや、厳しい。厳しい一応ですね、まあ、今回メガクラッシュラッシュの、メガボックスの開封ということで、載せさせてもらったんですけども、まあ1、2本ズレはあると思うんです。シャープ打ちのズレは何回か同じ回数打ってしまったことがあるので、厳密には違うんですけども、一応約今回がシャープ100となります、うちの動画。
ここまで長いこと皆さんお付き合いいただいてですね、本当にありがとうございます。こんなに続けれるとは思わなかったです。まあまあね、一度パソコンの方に取り込んだりとかするので、自分としては続かないかなと思ったんですけども、なんとかここまでやってこれたかなと。でゲーム自体もね、何度も心折れました。もう本格的に折れて、劇的プロ野球リバーサルっていう、そっちの方が圧倒的に何でしょう、いいんですよね。その欲しい自分のスタメンが組めるっていう感じで、狙った選手取れるし、ドラフトとかいうのでポイントでね取ったりとかもできたから、でどれぐらい2ヶ月ぐらいしっかりハマって、で視聴数もちょっとだけ出たのかな。で、理想のチームになりつつあったので、そっちに移ろうかなと思った時もあったんですけども、なんかやっぱこのバーサスの不便さになんか引っ張り戻されたというか、ゲーム性はね圧倒的にやっぱりバーサスいいですよ。なんでしょう、僕バーサス勢の人たちって、まあ、バーサス勢もそうだし、このバーサスっていうゲームもそうですけど、なかなか行き切った、ゲームであり面々だなとは勝手に思ってまして、僕自身もそうなんですけど、もうなんかなんでしょう、いいヒットを打てたらそれだけで気持ちがいいみたいな、そのゲーム性とかじゃなくてね。だからもうこのゲームなんか特にそのヒットとか、何ですか、まあホームランはどのゲームも気持ちいいですけど、ヒットだ盗塁だのなんか爽快感みたいなものが、案外プロ野球スピリッツよりもこっちの方がいいんじゃないかなって。タイムラグもね微妙にプロスピ今回ちょっとやったんですけど、なんかヒットかアウトか分かりにくいような動きが多いんですけど、なんかバーサスは捉えたっていう感覚があるんで、なんかシンプルというか、もうあらゆるゲームをやってきて最後行き着くのがバーサスなのかなという、なんかね、劇的プロ野球リバーサル、劇プロはいろんな要素あって面白かったんですけど、なんか満足してしまってどっかでね。で気がついたらまたこのおぞましいゲームに戻ってきたんですけども、まあなんとか100回と。もう最近はまして、なんでしょう、乗せるもんがないんです。そのなんやろ、パック開封とかね、載せるとやっぱりみんな見てくれはるから、ついついパック開封っていうサムネ作りたいからパック開封載せるんですけど、もうみんな分かってると思うんですけど、当たりなんか出ないでしょこのゲーム。もうほんま出えへんから、神回って言われるの100本載せて多分2回ぐらいはあったんですよ。 SS が出たりとか S がいっぱい出たりっていうのはあったんですけど、ほとんどないから、まあ厳しいんですよね。そのハズレを乗せてる状態やのに、ここ最近はたくさんの方が高評価してくれたり見てくれたりしてですね、非常に不思議な感覚でやらせてもらってます。なんとか乗せなっていう感じでね。まあ対戦とかにまた今後なってくると思うんですけども、まあちょっとでもね、なんか役に立てるように、やれたらなと思っております。いやでも、まあ、ほんまねえ、なんやろう、しんどいゲームでしょ本当に。もしもねこれ心折れたりもいいってなるじゃないですか、なった時はね、Google Play でいいんだっけ、Play Store か、Play Store のねこのゲームのレビューを見てほしいんですよ。たくさんの戦った人たちのコメントが書かれてるから、もうこんなゲームなくなれみたいなね、みんなもうわかるって思いながら、なんかすっきりしますよ。でなんか運営の人もそれに返してて、まあこれ運営は運営で結構ボロカス言われてて、ちょっとかわいそうかなとも思うのも、まあかすかにはありますけど、基本的にはもうなんかカードパック高いしね、限定パック出えへんし、出ても入ってへんしみたいな苛立ちはねすごいし、で課金しても出えへんっていう謎のねこのシステムで、課金1回高いしね、いやーなかなかやなと思いながら、でもやっぱカードかっこいいですよね。誰か言ってたけどカードかっこいいですよね。特にまた今年のやつは限定パック等もね、カードがすごくいいし、でなんかその操作感、今も僕ずっとその S の村田兆治使ってるんですけど、なんかいいですよね操作感が。だからまあなんか試合だけにどんどんこう入っていくというか、もうパワープロとかやり込みにやり込みすぎて、
もう育成は当然全部やりましたし、で栄冠ナインもまあやりゃいつでもハマりますけど、でペナントももう何周回ったか分からんぐらいやったし、最終ペナントに僕は落ち着いたんですよ。ペナントばっかりずっとやるってとこに落ち着いて、で何やろう、他プロ野球チームを作ろう、もうなんか何やろう、普通の人でもめちゃめちゃ強くなるぐらいのシステムになったり、外国人選手もメジャーリーガーみたいなの取るようになったりとかってとこまで行き着いたし、まあ、あらゆるゲームね、野球と名の付くゲームはみんなやってきて、まあこれが最後かなと思うんですけどね、ここまで来たという感じで、なんか掛け事でいう協定みたいな感じで僕は見てるんですけどね、もう爽快感だけを突き詰めたみたいな感じに思うんですけど、まあ、なかなか SS 取ったら嬉しいやろうし、今シーズン僕ちょっと SS がね、まあ、亀井ぐらいかな、亀井金子取ったぐらいでいいのないんですけど、まあなんとかね、配信でとこ見せれるように、頑張りたいなと思っておりますので、またお付き合いいただけたらと思います。ちょっとシャープ100にしてはね、これというものが何もないんですけども、またこれからもお付き合いいただけたらなと思います。いろんな動画うちはねごちゃごちゃやっておりますけども、バーサスはその中でも続けていきますので、ぜひぜひまた見てください。ということで、ご視聴ありがとうございました。